1,2,3 本当に冬が来たんだ。195回目の今夜も最後までよろしくね。ケイちゃんとブンちゃんのベイジング868。ページをめくれば懐かしい香りがする。ページをめくると新しい出会いがある。あなたと一緒に作る新しい1ページ、ページング868。こんばんは、ページング868。お相手の文ちゃんとけいちゃんです。この番組は FM86.8MHz ゆいまるラジオ FM うるまのスタジオから生放送でお送りいたします。今晩も最後までよろしくお願いいたします。1,2,3アルソク12月3日。だからみたいな。そっちかい。そっちでした。そして195回目のページング868。一応ね、ね、一応ね、一応ね、数えるとですね、うん、あの、うん、すごいことになるんですよ。やってるよね。順調にいけば、うん、5,6,7,8,9 新年一発目が200回目。わお。まあ多分順調にはいかないと思います。なぜならば、なぜならば大晦日が木曜日なんです。ケイちゃんが果たして大晦日に来るのでしょうか。来ない200円。来るか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 、言うわ、来るのかな。いやいやいや、あなた次第だと思ってるんですけどね。来るか言うわ、なんとか。あれ面白いよね。なぜ日本へ、なぜ話をそこに、なぜそこに話が持ってくる。そうでなくて、うん、はい、なんかあった今週。ええ安心してくださいって。なんかさ、この安心してくださいってさ、もう言いたがる人が周りに多いわけ。もう飽きた。君の周りは不安だらけなんだね。そう、俺の周りってあんまりそれを言う人いない。俺ぐらいだな。安心してくださいね、弾けてないから。うん、大丈夫じゃないのに大丈夫ですよって言いたい。ちょっとワイシャツの前のボタンがやばいんで、ね、びっくりした。お腹のところ、うん、去年買ったんだよこのワイシャツ。さっきなんか飲み物飲んだでしょ。今乾いてるけど。そう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 、ね、あの手洗ったから。あ、それついてからさ、はい、変なシミがついた。はい、わ、はい、かりました。出た。何そのまとめ。どうぞ。はい、はい、何ですか今日は。うん、では皆さんからのリクエストメッセージをお待ちしておりますよ。すごくい。早速ね、はい、かなたさんからもメールいただきました。ありがとうございます。後ほどご紹介しますね。皆様からもリクエストメッセージをお待ちしておりますよ。うん、ファックスの方は 965-4868、 965-4868、 そして E メールの方は 868@fm-urma.com、 868@fm-urma.com まで皆様からのリクエストメッセージをお待ちしております。さて、はい、今週ですけれども、うん、あのいろんなランキングが発表されてるんですよ。うん、で今週ちょっと曲3曲ぐらいはですね、 Amazon のランキング大賞2015の中のミュージックのカテゴリーの中で、うん、まあ、CD 売上が Amazon の中で CD 売上の上位のアルバムから選んでお届けしたいと思いますが、まずは1位がですね、ドリームズカムトゥルーの私のドリカムというベスト版だったんですよ。はい、それが Amazon でですね1位だったということで、はい、今はウィンターランドじゃない、ワンダーランド真っ最中のですね、ドリカムなんですけども、とても行きたいんですがいろいろあって行けない私です。なのでこの曲聴いて和みたいと思います。はい、ドリームズカムトゥルーでウィンターソング。
ペイジング868ゆいまるラジオ FM うるまのスタジオから生放送でお送りしております。皆様からのリクエストメッセージをお待ちしておりますよ。ファックスの方は 965-4868 965-4868、 そして E メールの方は 868@fm-urma.com 868@fm-urma.com までどしどしお寄せください。大丈夫か大丈夫か、頑張りましょうアクセントがおかしいですよ知っていますか、前から知ってる残念知っていますか、子どもの携帯電話、携帯電話のフィルタリングについて。あ、フィルタリングね、フィル、はいはいはい、フィルタリングについて、フィルタリングについて、ね、アッキーなかお前はけね、いい、どうぞ、はい、うん、どうぞいいですよ、はい、携帯電話、電話はインターネットや友達同士のメールのやり取りなど、うん、子どもたちにとって必要不可欠なものとなりつつあります。このような状況の中、子どもたちが携帯電話や携帯電話からですね、うん、掲示板、うん、ゲームサイト、うん、あと SNS とかですね、うん、こういうものにアクセスして、うん、悪意のある大人とやり取りしてしまったために、事件やトラブルに巻き込まれるケースが増えているということですね。便利なものがゆえにまたそういうなんかトラブルを、うん、だからといってね、子どもたちに持たせないとかするとまた子ども、ね、うん、同級生同士で、うん、いじめみたいなのがね、そう起きたりするからね、うん、で被害者がコミュニティサイトを選んだ理由、これは全国版ですね、うん、多数の児童が登録しているから、まあ、あれですね、掲示板とかゲームとか SNS を選んだ理由ですね、うん、もうみんなが登録しているから私も登録した、うん、っていうのが第一ですね、うん、あと児童と、子供とメールアドレスの交換ができるから、うん、ね、仲間ができる、友達ができる、そういう理由で入ってる。あとプロフィール検索などで、友達を選べるからとかですね、あと顔写真が掲載されているから。なんか分かります？まあ、全体的に友達を増やしたいから、このね、掲示板とか SNS に入りましたっていうのがあれですね。もう今はないと思うんだけども、一時、ちょっと前にさ、プロフィールっていう、そういうホームページがあるんですよ。みんなそれぞれその自分のプロフィールをそこに書き込んで、はいはい、で友達のつながり、うんうん、友達作ったりとか、でも逆にそこからいじめが出たりとか事件に巻き込まれたり、うん、検索されて出てくるっていうことがあって、はい、確かそのサイト今はあんまりないんじゃないかなと思うんだけれども、でもやっぱり、うん、インターネット上でのこういう実名っていうのは必要だと思う反面、うん、いろいろ検索されて、いろいろ知られたくない人にも知られてしまう情報っていうのあるっていうことを、子供たちにそれを知ってもらわないと、知った上でインターネットやらないといけないと思うわけよ。ほとんどの人が匿名で、本名じゃないから、あ、そうそう、匿名だからって言って安心できないし、でもできないから、だからね、本当にちなみに、うんうん、自分は本名でやっちゃってるけどなんかいいのかなとか思ったりとか。 Facebook ですか？あ、違いますね、 LINEだったら、LINE はもう閉じられた環境の中じゃないかなと思うので、ブロックできるしね、知らない人だと。だけどね、インターネットのそういうホームページとかいろいろプロフィールサイトとかになると、うん、そこに乗っかっちゃうともう多分消えないんです、ですよね、消せないんですよね、厳しいですよねこれね、うん、はい、なのでフェイスブックはね、ちょっとね、そう、あれ、自分の名前検索したことあります？熟知しないと、そうそう、子供たちにそういう危険性を知ってもらわないと、ね、うんうん、知った上で使うということですよね、うん、だから本当に知り合い、うん、顔見知りの友達同士でしか友達にならないとかさ、うんうん、インターネットで自分の名前検索したことある、うん、ないです。やってみてください。どうなるのこの前やってとてもびっくりしました、うん、自分の名前から住所と電話番号が全部出てきたんですよ。わお。
で何かというと、うん、NTT に登録してる電話帳のデータを実はホームページ上にも閲覧っていうかできるようになってるんですよ。あ、そうなんだ。でそれをさらに何かして、うんうん、あのマギマギ1個出るように作られてるページがあるんですよ。わお。だから NTT の直接の、まあ、便利っちゃ便利ですよね。悪用とかじゃなくてね、NTT の Web104 ではなくって、うんうんうん、その別のサイトで、うん、出てくるんですよ。で自分の名前検索したら、うんうん、本当に住所と電話番号がもうありがたいな感じでポカーンって出てるわけ。なんかプライベートなんかあれね、ないだから多分当分消えないと思うんだけど、うんうん、一つの手として NTT にも電話して、うん、あの電話帳と Web104 かな、うん、あのそう掲載は取りやめますっていうのを、うん、あ できますあできます。これはできます、うん、なのでその手段を使ってとりあえず、うん、あの NTT のこの電話番号検索からは削除してもらって、うん、あとインターネット上に残ってるのはいつかどっかで消えてくれることを願って。Facebook はね。で、Facebook はこれ本名を使わないといけないというシステムになってるので、ね、それは仕方ないかなとは思う、うんうん、ですね。電話帳はびっくりしましたよ、うん。やっぱりこのグラフから見ても、うん、年齢、性別などが詐称できるからって。嘘をつけるからそうなんですよ、うん、これに入りましたっていうのもありますね、うん、だから掲示板に子供たちの掲示板って言って、うん、なんか40とか50の大人が入ってたりとか、ね、うん、僕はやってないよ。子供が安心してからね入り込むんでしょ。で実際じゃあ会いましょうって言った時に、うんうん、初めて分かるっていう、うんうん、だから本当に面倒向かなんていうの、あの会ったことある友達としか、うん、そうネット上でやり取りしないっていうことを決めてやらないと、うん、いつどこで誰かとどうなるか分からないですからね、うんうん、だからスマホなんか特にね、うん、購入するときに絶対親とちゃんと約束ね、あとごとをして、うん、約束ごとをしてを決めて、しっかり、うん、決めてね。であと携帯会社が、うん、会社がね、うん、それぞれで提供している、うん、一番最初に出てきたフィルタリング、うん、あそう、はい、フィルタリングですね。それを必ず子どもの携帯にはかける、うんうん、それと未成年者はなんかありましたよね。さっきのね、フィルタリング、フィルタリングですし、あの保護者がついていないといけないっていうね、うん、はい、決まり事もちゃんとありますから、ね、契約もそうですね。そうですね、契約、はい、うん、そう、それですね。ですからね、はい、しっかりと、うん、あの便利さは、うん、いろんなところから情報が入るんですよ。まあ、うんうん、携帯とかインターネットとかスマホの便利さは友達からでも聞くし、うんうん、なんだけど、うん、怖さっていうのはなかなか友達から聞かない、うん、聞けないことなので、聞けないね、大変なことになってるとか思ってももう遅いですからね。なので、うん、親御さん、まあ、うん、定期的にね、うん、だから見せてとかですね、うん、もうね、何もや悪いことしてなかったら簡単にはい見てとか ね、 ですね、できるじゃないですか、うん、そういう関係で。俺見せられんやさ。なんでやな、俺は見せられないです。なのでしっかりと、はいはいはい、お子さんを守れるのは、うん、あなたですから。そうです、はい、うん、守っていただきたいというふうに思います、はい、さて、はい、早速メール何かかなたさんからかなたさんいただきました。ありがとうございます。ありがとうございます。けいちゃんさん、ぶんちゃんさん、久しぶりです。久しぶりです。最近小さな友達ができました。それは友達の子供なんです。うん、勤労感謝の日に久しぶりに遊びました。僕は家で猫と遊ばせていたら、猫が高いところに登ったり逃げたら、僕に猫たん猫たんと言って捕まえました。家からイオンライカムに行くときに、うん、乗って乗って、ええ乗ってと言ってました。ケイちゃんさん、ブンちゃんさん、小さな友達は可愛いですよね。うん、かなたさんからいただきました。カナダさん、あの、いい、気をつけた方がいいですよ。乗って乗って、ええー、乗ってって、ええー、って言われてる時点で。そこは ね、ちゃんと、ね、ニーニーでしょ、ね、とかってちゃんと言わないとダメだよね。うん、次からええになるからさ、うん、あるんですよ。すごい、やっと覚えたての言葉だ、子供だったら、うん、まあ許すけど、うん、結構ね、3、4歳ぐらい、4歳、5歳ぐらいだったら ね、ちゃんと教えた方が。ちゃんとね、ニーニーって呼べ。そうそうそう。もう僕今でもニーニーって呼べっていう、うん、
おじさんって言うな、おじさんって言うな、ニーニーって呼びなさいって、ねえ、 A じゃない、ニーニーってすごいな、ニーニーなのね。お友達は可愛いですよね。どんなですか？なんか微妙、え、違う、なんか4、5歳のこと喋る機会がないから。あ、もう子供も大きくなったからね。 3、4歳ってもうね、うん、言葉なんて覚えたででしょ、うん、どんなして扱っていいか分からない。まさかや。でもどうするの、なんかでもあったらもうなんかとりあえず最初だけかな、なんかね、あの最初はこっちが遊んであげるんだけど、うん、後から遊ばれる遊び方を覚えてくると大体遊ばれるじゃないですか、うん、で僕ね体型的にちょっとでかいからもうあのいじられ放題でも可愛いからです。新しいゆるキャラだって言ってね、子供が集まって、ね、ベイマックスだーとかってね、うん、白いの着なくても大丈夫って。なんで着なくても大丈夫って失礼ね、もうね、いじられたらね、ね、うん、たまに軽くすぐったりとかしながら可愛いをどう越すとダメじゃん、うん、でも泣いたら困るし、ね、いやいや大丈夫、泣いたら口つぐむって思うん、どうしたのって何かあったのかいみたいな、何何のことだいみたいな。泣かないでしょめったに。うん、そうなんだ。え、だからわからないのよ、取り扱い方法がって。本当。取説見ないと違うか。もうデイジニシのかなか。もうあれですね。もう近くの保育所に行ってから。ね、うん、たまに行かないとね。おばちゃんが来たよ。で泣かして帰る。それで慣れる。そうそうそう、慣れる。子供たちに慣れるっていうの。最初は泣かしてからね。そうそうそう、泣かしてから。オッケー。怖い。かなたさんまたね、可愛い小さな友達と。ね。遊んでください、ね、いいな、はい、絶対思ってないでしょ絶対思ってないでしょ明日保育園に行こうさて、はい、今週はAmazonの、年間ランキング、うん、2015の音楽のカテゴリー、ミュージックのカテゴリーから、はいはい、お届けいたしますが、うん、続いてはですね、うん、2位のアルバム、うん、ミスターチルドレン、あ、ミスチル、リフレクションがすごい、売り上げ2位となりました。それではリフレクションからこの曲をお届けいたしましょう。はい、ミスターチルドレンで雲の糸。
ペイジング868ゆいまるラジオ FM うるまのスタジオから生放送でお届けしておりますよ。まだまだメッセージお待ちしております。ファックスの方は 965-4868、 そして E メールの方は 868@fm-urma.com 868@fm-urma.com まで皆様からのリクエストメッセージまだまだお待ちしております。安心してください。読みますから。どうぞ。はい。流行語大賞。決まりましたね。なんとか3。やっぱりそうだよね。うん、なんか、うん、爆買いはみんなわかるけど。うん、爆買いはわかる、はい、うん。だってこれはさ、野球好きな人しか食いつかんって感じでしょ。って言われればそうなんだよね。うん、トリプルスリーって言われて俺はハッてわかるわけよ。そう、うん、でもやっぱり、うん、大して野球に興味がない人はムーヤンバ。そうそうそう、ムーヤンバ。ムーちゃんがさ、たくさん応募したの。これ何投票したことないです。これ選考委員の皆さんが選ぶんですよ。うん、でもこれって珍しいことなんだ。何この何だっけ、トリプルスリーですか、うんうん、はい、珍しいことです、うん、とても珍しいことです、うん、しかも1年で2人も出るっていうのは、うん、そう、柳田悠岐とソフトバンクのダブルトリプルスリーみたいな。おかっこいいね、ダブルトリプルスリー。下噛みそう、ね、でも言えてるし。ダブルトリプルスリー。あ、2人の選手がそうですね、できたんですか、はいはい、柳田悠岐と、うん、そしてヤクルトの、うん、山田哲人、はい、ヤクルト、うん、そう、ヤクルトでね、うん、ヤクルト多分。で、その他でベスト10だから、うん、爆買いは分かるけど、うん、トリプルスリーは年間大賞、うん、っていう人が多かったですよ ね、 で、 しょうね。で、逆に、うん、安心してください。わ、ダクセンだ、結構、うん、トップ10に入ってるんですよ。で、ラッスンゴレライとかあったかいんだからは入ってないんですよ。あったかいんだからは去年じゃなかったっけ。去年の年末くらいかもしれん。これ選考の基準 が終わってから。そう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 、そういうこと。タイミングね、タイミングなんですよ、うん、かね、だから忘れられた頃に安心してくださいに刺さられていったんじゃないかなって。だけど、あの、まあ、これを評論する方たちの中で、うん、あの、なんていうの、うん、一つには日常生活でどのぐらいアレンジされて使われるかがやっぱりこの流行語としての価値があるんじゃないかって。だってトリプルスリーはアレンジして言えないでしょ、うん、でも日常の中で、うん、あったかいんだから会話の中に挟めるのさ、ね、安心してくださいもたくさん挟まれたんでしょ、ね、だからそれだったら流行語っていうのが意味わかるんだけれども、うんうんうん、五郎丸ポーズって言われても最近やしみたいな。ね、本当だよね。でこれ会話ではなんか、うん、つながるって感じ。毎日修造はなんとなくわかるかな、ね、流行ったものではあるっていう。結構前からじゃなかったっけ、修造のね。そうです、あれもう今年なんですよ、このカレンダーは。あ、カレンダーは今年。そうそうそう、この毎日修造というカレンダーは今年なんですよ、うん、だから来年のカレンダーまた作ってるんですよ。なんか商売かい。商売ですよ、所詮、うん、所詮で、うん、ドラゲない。え、先週やったよ、ドラゲない。俺ドラゲないとまで言っちゃったんだけど、ドラゲない、知りません。世界の終わりのドラゴンナイトっていう曲、うん、歌わないようにしよう。だから正直言ってこの伝わらないわ。日常生活の中で自分らがよく使われてるってなんだろうっていう感じで出てくると、いまいち流行語大賞は実は流行語大賞が一番流行ってないんじゃないっていう。うまい。ね、いや、これ、これは僕が言ったことじゃないかな。ネット上で書かれたことですので、ね、人のネタをパクってどんなものにするとちょっと大変だからさ、僕が言ったわけじゃなくてネット上でそういう風に言われたんですよ。もうこの流行語大賞自体が大賞じゃないみたいなね。そう、流行ってないから、うん、ほっといたらっていうのがそれぞれね、私のみたいなね。そうそうそう。で、そうしたら日常生活で我々が一番気になった言葉は何だろうっていう基準、今年気になった言葉、気にか、あの、流行った言葉とかじゃなくて気になった言葉って言ったら、うん、気になった言葉はどうする、意味がわからなかったら、
調べる。ググる。調べますよ。あ、ググる。そうです。ググルがですね、うん、1日に2015年のグーグル検索による流行語ランキングトップ10を発表しました。うん、ああ、これは面白そう。一番たくさん検索された言葉ということになります。ヤフーもやるんですよ。ヤフーはまたもうちょっと後に発表されるんですけれども、グーグルで検索されたのは、うん、1位はマイナンバー。うん、ああ、やっぱり心配ということもあるかもしれないね。マイナンバー。2位がラッスンゴレライ。うん、3位がエンブレム。あ、東京オリンピックのね、2020年なんかすごい前の感じになるね。そうそうそう、ポスターとかもね全部取り替えてあれで ね、 大変だね、また経費がね。そうそう。でその後はドローン。あー、はいはい、北陸新幹線。ああ、あったかいんだから、ほら、ね、だからここではもうラッスンゴレライとあったかいんだからの方がたくさん検索されてて、実は、うん、安心してくださいは、うん、あんまり検索されてない。そうなんだ、うん、もしかして逆に意味がわかるから検索しなくていいっていうことかもしれないさ。で大阪都構想、火花。あー、またうし。そうです ね。でおにぎらず。あー、はいはいはい、おにぎりみたいだけど、うん、握らないで食べるやつですよね、うん、沖縄にある沖縄。あ、これはさ、買うっていうよりさ、自分たちで作りやすい、簡単に作れるじゃん。あ、それでおにぎりの具を挟もうかみたいな、うん、でも握らないんでしょこれ。そう、おにぎらずだから。うん、うん、で、モラハラと。またヤフーのね、うん、流行語の出たらまたね、うん、ケイちゃんの常識度をチェックしないといけない。おばさんあるあるでした。あるあるでした。はい、はい、はやぶさって覚えてます？はやぶさ。うん、なんとなく。小惑星探査機はやぶさ。そのはやぶさ2が去年12月に打ち上げられたんですけども、実は今夜、うん、多分先ほど無事に終わったかどうかはチェックしてないんですけども、地球を中心にスイングバイっていう、うん。もう自分で調べてスイングバイっていう動きをしてですね、グーってみよう、目指す、うん、惑星なんだっけ、うんうん、惑星はやぶさ。違う違う違う、違う、ああ低いところの移動だっけ、忘れたから見えるみたいな、忘れた。そう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 、でしょ、久しぶりに地球に近づくので、ね、あ、はいはいはい、リュウグウですね、小惑星リュウグウに向かうために地球の引力を使ってスイングバイっていう、こうボヨンってこう、まあ、まあいいや、これラジオだからさ後で調べて映像で後で教えるから、はい、活動を先ほど7時何分かに行ったはずです。7時8分頃ですね、行ったはずですけれども、また後ほどチェックしたいというふうに思います。さあ今夜曲はですね、うん、Amazon のランキング大賞2015ミュージックのカテゴリーアルバムの売り上げ、うん、続いてはですね6位にランクインされている福山雅治さんのたまりく、魂リクエスト、たまりくからお届けしたいと思います。福山雅治で12月。
ペイジングウェザー、気になる明日、そして週末のお天気をお伝えします。まずは天気概況です。沖縄本島地方と大東島地方は高気圧に覆われておおむね晴れています。先島諸島は湿った空気の影響で曇っています。今夜は高気圧に覆われる沖縄本島地方と大東島地方はおおむね晴れるでしょう。先島諸島は湿った空気の影響で曇る見込みです。明日は沖縄本島地方、大東島地方、宮古島地方、高気圧に覆われて晴れるでしょう。八重山地方は湿った空気の影響で朝晩は曇る見込みで、日中は高気圧に覆われておおむね晴れるでしょう。沿岸の海域は沖縄本島地方と先島諸島でしけており、大東島地方では波が高くなっています。海上や海岸付近では高波に注意してください。お天気です。本島中南部、今夜は北の風やや強く晴れるでしょう。明日も北の風やや強く晴れで、那覇での朝の最低気温は18度、日中の最高気温は21度の見込みです。今日の最低が20度ぐらいかな、うん、なので明日はね、もうちょっと、まだ暖かい、寒くなる冷える冷える、なんでよ、なんでね。今週の冷えの底は今夜から明日にかけてですね、うん、明日の明け方にかけてが一番、あと土曜日にかけて一番冷え込んできそうです。そして土曜日は最低気温が17度、うんうん、まで下がります。で最高気温は23度なんですが、日曜日は上がってきますね、うん、日曜日は最高気温が25度、うん、最低気温は20度の予報となっております。ちなみにお天気、土曜日は晴れ時々曇り、うん、日曜日は曇り一時雨と出ております、うん、ちょっと日曜日はですね、気圧の谷や湿った空気の気流の影響で天気がぐずつきそうです、うん、ただそのタイミングがいつ頃になるかっていうのがちょっとずれ込んでくるみたいですね。でもこの 4,5 日雨、ね、そうですね、日曜日以降がちょっと傘マークがついてくるようになってきてますので、火曜日だけはちょっといいかなって感じ、はい、あとは雨ですね、うん、いい天気は明日、明後日頃までになりそうですのでね、はいはい、ぜひ有効に使ってください、はい、日曜日は雨降るし暑くなるし、これは走るの大変だわ。ペイジング868、番組の最後はラストソングをお届けしております。今月は12月に入りましたので変わります、はいはい、12月はですね、うん、ビギンの最新アルバム、10月28日に発売されました、うん、シュガーケンケーブルネットワークからお届けいたします。ちなみにビギンは25周年だそうです。記念してのアルバムです、はい、このアルバム結構バラエティに富んでていいですので、聞いていただきたいと思います。それではこのシュガーケンケーブルネットワークから、今晩はこの曲です、海の声。
ラストソング、うん、今月はビギンの最新アルバムシュガーケンネットワークから今晩は海の声をお届けいたしました。ね、ね、あの CM の、ね、ちなみにこれはビギンバージョンですので、うんうんうん、CM は桐谷健太かな、あ、彼のバージョンはですね、ほうほうほう、昨日の晩から、うんうん、FNS の歌謡祭の番組の中でデジタル配信スタートっていう、あ、そう、うわーやらしいと思った、はい、このビギンのこのアルバム、うんうん、なかなかグッドです、うん、あのさまざまなパターンの曲が入ってるんですよ、うん、あの三振一本とかということではなくって、うんうん、ね、あの一期一会一本だけではなくって、うん、いろんなパターンの曲調がありますので、うん、ぜひ皆さん、はいはい、手にしていただきたいというふうに思います。さて、はい、障害学習文化振興センターの愛称とシンボルマークを今募集中なんですよね、うんうん、はい、あの芸術劇場の隣接地に今建設中の障害学習文化振興センターの愛称とシンボルマークを募集中ということで12月25日までとなっておりますので、よかったら皆さん応募してみてください。なかなかいいんですよ、はい、文化関係のね、そういうあの拠点になるっていうことですので、エイサーや地域に伝わる伝統芸能など幅広い文化を保護継承していくための施設です。いいですね。25日までが募集期間となっております、うん、お問い合わせは障害学習振興課公民館係、うん、978-7194、またはうるま市立公民館で検索してください。はい、なんかある？もうウルミンは使われてるからね、ウルミンは使われてるからね、使えないからね、なんか別の名前考えよう。あ、難しい。宝くじ買った？まだです。それでは皆さん今週もたくさんリクエストメッセージありがとうございました。来週もよろしくお願いします。さあ、この後はイングレスジャービスレディオの登場です。いよいよ大会が近づいてきましたので、皆さんチェック欠かさずにお願いいたします、はいはい、そろそろ本を閉じる時間となりました。今日のこのひとときを忘れないために、昨日と明日のページの間にしおりを挟みましょう。ページング868、来週も一緒に新しい1ページを作りましょう。お相手は私文ちゃんとけいちゃんでした。それでは皆さん、また来週。珍しい言いよった